はい、パーソナルトレーナーゆうです。今日は自宅で本気トレーニング、肩トレーニングをやってみたということでね、今日から本格的にもうジムに行けないので、本格的に本気で、自分の肩のトレーニングをやってみたいと思います。今のところうちにある3キロのダンベル以外何もないので、3キロだとね、僕のこのリアのこの後ろのちっちゃいリアデルトでさえちょっとあまりに軽すぎて、インナーマッスルしか、ね、できないんじゃないかという感じなので、もう何も使わないで、もう今日はその場その場で考えながらいろいろやってみたいと思います。まあ、基本的には自分の自体重しかないので、それだけをやってみたいと思います。参考にならなかったらすいません。たらたら自分のためにいろいろやってみたいと思いますが、まず最初はやはりね、ガツンとやっぱりしっかりある程度の重さを効かせないと、今までね、バーベルのショルダープレスだったら、まあ、55キロ60キロぐらい、ダンベルの場合には、24キロとか、まあ、26キロぐらいでショルダープレスをしているので、なかなかね、ある程度重さガツンと効かないと効いてこないので、しっかりその辺をまずやっていくために逆立ちです。逆立ちをやっていきます。さて、行ってみましょうか。まず逆立ち。あんまりカメラアングルとかいろいろ良くないかもしれない。見えにくかったらごめんなさい。よし、行ってみよう。マイクが落ちそうな気もしますが。よし、よっ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、OK! よっ！逆立ち、プッシュアップっていうんですか。逆立ち、一応頭がね、この、ちょっと、髪の毛立ってますけど、髪の毛立つところまで、立ってる、これ髪の毛つくまで、をやって20回、なかなか20回はきつかったですね。はい、まあ、適度にインターバルを取ってあるんで、そこは編集でカットしながら後々いくと思いますが、20回か。初めてね、逆立ちの、まあこれちょこちょこね、紹介もしましたが、自分でギリギリまでやるのは初めてです。20回か。もっとやれればよかったかな。よし、2回目、多分回数減ると思います。2セット目いきますか。結構ね、壁に近すぎるとね、不安定になるんですけど、まあ壁から今指が10センチ、12センチ離れてるぐらいかな。よっ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、よっ、おう、先から前のセットから格段に強いです。今でようやく2セット目が、これはかなりきますね。よし、ちょっとカメラアングル変えてみようか。では1分か90秒ぐらいのインターバル挟んで3セット目いきます。今度逆向きで上がってみます。これマットが進みそうか。逆向きの方、まあ肩が見えるかなと。普通はあまりこっちでやらないですけどね、こっちの方が上がるのもなんで。よっ、よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、よっ、ぽー。うわ、ゆっくり降りたこれ。いやいや、最後2、3回は声も出ないね。声も出ない。まあ壁に向いてやった方が、もちろんちょっとビハインドネックっぽくちょっと後ろ側に効いて、今の後ろ側でやる方がね、まあね、肩の方が見えるかなと思って、そっちでやっただけなんですけど、そうするとちょっとフロントプレスっぽく、バーベルが前にある感じで、ちょっと肩の前の方に効くんで、まあ少し違うかなという感じがあったんで、意外と前のセットと同じぐらいできたかなと思います。今日これ何セットやるんでしょうか。さて、
休憩挟んで4セット目いきますか。また後ろ向きでいってみたいと思います。よいしょ、へい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、いや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 、まあ12か、きついわこれ。1分休憩します。いや、5セット目いきますか。よっ、気をつけないとね、これね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、いや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 、10回までちゃった。おーおー、まあ今後ろ向き、ね、でやってるんで、やっぱ三角筋全部このフロントの方にかなり効いてきますね。マイクを持ってる姿が怪しいですけれども、そうそう、服着てやろうかな。服着ないとね、マイクがね、やりづらいです。ただそれだけなんですよ。フロントは結構着てます。さて、6セット目いってみますか。今度逆向きの方いきましょうか。よし、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、うわ、なかなかいい感じで10回限界の感じになってきました。6セットか、10回ギリギリのところ。まあ僕も体重66キロ、まあそんな重くはないんですけどね、重くはないですけど、プレス系で、まあ腕の部分は入らないかな、その辺に聞いても60キロとか分はあると思うんで、なかなか重いですね。もう一セットぐらいやっとこうかな。もう一セットぐらいいってみますか。よし、1、2、3、4、5、6、7、8、9、よし、最後らへんはダンベルで重くなってるのと同じぐらいになってきましたかね。いや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 、なかなかいいようになってます。ただまあダンベルでやるのに比べると、まあダンベルってあのここオープンキネティックって言って、こっちが開いた状態で、今はね、バーベルと一緒でこれ今逆立ちの場合こっちが固定されているので、その分ね他のところに結構来やすいですね。まあ肩も結構ね、全部を中心に、まあ、チューブの真ん中辺もあんま来てるんですけど、三頭筋もやっぱり来ちゃうんですね。その固定されている分他のところに来るというのはこの場合三頭筋に来ちゃうという感じ。まあ、ベンチプレスも同じです。ベンチプレスも、ダンベルの場合固定されてないので胸にかなり大腿胸筋に来るんですけれども、ベンチプレスの場合は固定されても結構ね、三頭のこの肘に近いところにすごい感じるという人もやっぱりいるようなので、まあそういう違いはありますよね。もう一セットいきます。8セット目、しょ、1、2、3、4、5、6、7、5、あれ、インターバル長かったかな。よし、プレスはこの辺で終わり、次に入りたいと思います。はい、ちょっと一概セッティングに3分ほどかかってしまいました。インターバルが長くなっちゃったかな。こっから先ウエイトがないんで、何をどうやるか結構工夫がいると思います。ちょっと、変わった感じでうまく見えるんでしょうか。このサイドプランクの状態から、あえてサイドプランクで、サイドプランクまっすぐです、こう
ちょっとまず折れ曲がって、肘は本当はサイドプランク肩の真下ですけど、肩より内側胴体の近づいたところに置いといての、中に入れといての、ここからわざとサイドプランクでやっちゃいけない形をやっていく。ここから1、2、3、バランス難しいかな、4、サイドレスのように5、一回引き締めを体の方で6、そこから肘を上げるように7、8、これは頭を下げてお尻を上げていいです。9、ここを10、11、これ腕で押さえるの脇腹くるな、12、脇腹ちゃいけないな、13、14、15、ちょっと脇腹が強いかなこれ。まあちょっととりあえず思いつきでやってみたんでやってみましょうかね。よいしょ、うまく肘を押す方をしっかりやれるように、よいしょ、こう痛くないように何かねしっかり引いといての、肘で押せるようにします。1、2、3、こう近寄せるのが大事かな。4、こうね、この中に入れて5、6でしっかり肘を押す、7、肘を押す、8、9、10、12、13、14、15、腹斜筋にきますね。腹斜筋結構使っちゃうね。そういう意味ではなかなか肩もね、三角筋も使ってるんですけど、なかなかこれ以上は難しいかな。もう一度だけやっておきましょうかね。一応ね、サイドレースが何もなくなっちゃうんで、よいしょ、1、2、腕でいければ3、腕でいこう、4、5、6、7、8、9、10、11、12、よし、逆、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、いやいや、サイドプラックになっちゃってるからこれ。さて、サイドレーズ系難しいね。まあ単純にバックとかでね、サイドレーズ、まあ片方だけでやってもいいし、片方だけってヨレちゃんで、まあ、両方の場合同じ重さないといけないけどね。バックがあったら今度重りを入れて片方とかワンハンドのサイドレーズやるのもいいかなと思います。次回それやってみようかな。工夫ですね、工夫。徐々にね、ブラッシュアップできたらと思います。このね、リアデルトプランク、ロールプランクの形からリアデルトをちょっとやってみたいと思うんですけど、よいしょ、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これもプランクになっちゃうな。1、2、こっちの下ろしたらここで伸ばすと、リアデルト三角筋後ろ伸ばすのが大事。3、後ろ伸ばす、4、5、6、7、8、9、10、脇腹効いちゃうな、マジで。これダンベルなどこの肩近辺は非常に難しいです。まあ難しいのをねやろうと思って今日チャレンジしてるんですけど、腹斜筋効いてくるね、やっぱこの形やるとね。でももう一回やっておきます。一応もう一回やっておきます。この下のここが大切、ここであえてちょっと肩をこっちにちょっとずらす感じが少しあるといけるかな。この時
2、こっちをずらせば、3、少しずらす、4、5、6、7、8、9、10、逆、1、2、肩をずらす、3、肩をずらす、4、5、6、7、8、9、10、はあ、いやいやいや、なかなか疲れたかな、はあ、道具なしの方やっぱ難しいね。お腹とかね、そういうのはね全然道具なしでかなりいけるんですけど、このあたり上半身の運動はかなり難しいですね。今日はほとんど逆立ちでほとんど肩をやったような形ですね。だけどまあこれだけだと偏ってしまうんで、少し考えながら、うん、少し家庭用道具、家庭用エクササイズグッズをちょっと購入した方がいいかな。ね、安いやつとか。まあそういうやつがあればかなりね、幅が広がると思うんで、また工夫しながら肩のトレーニングをやってみたいと思います。はい。今日はただただ自分の自宅トレーニングを本気でやってみた。肩編ということでした。パーソナルトレーナーのユージでした。